ドングルドングルはコンピュータに接続する小さな装置を指す属語。もともとは主にプロプライエタリソフトウェアが正規のライセンスの下に使用されているかをチェック一種のコピーガードを目的するために使用されるごく小さなハードウェアプロテクトドングルのことを指していた。それ以外には p s にコネクタに USB マウスを接続するために使用される変換コネクタなど インターフェースの変換を行う小型の装置や、モバイルブロードバンドで使用する、USB モデム端末など、そういった小さな装置を一般に何でも指すことができる語であり、近年は、そちらの用法の方がよく見られる。近年ではもっぱら USB に装着する。USB 以前、レガシーデバイスの時代には、パラレルポート、ないし、シリアルポートが使われていた。 コンピュータプログラムの起動時や実行中にドングルが装着されていることをチェックし、装着されていることを検出できない場合、ソフトウェアは起動しないか、または使用できる時間や機能などが制限される。3DCG ソフト、カナダドル、CAM、C ソフトのような高価なものには以前から使われていたが、近年ではビジネスユースワークユースの安価なソフトウェアにも、 USB タイプのドングルが使われている。方式は様々であるが、最近ではインストールしたパソコンを識別し、多重インストールを防ぐなどの目的でインストールしたマシンの一部のシステム情報をフラッシュメモリで書き換え保存でる仕様にしているものも存在する。特定業務用にカスタム開発されるソフトウェアにおいて、ライセンス管理やソフトウェアの社外流出防止のためにも、 使用されてきている。ソフトウェアを使用可能なコンピュータの台数はドングルの数までと明確であり、またコンピュータが故障した場合などにアクティベーション方式で生じる問題点、アクティベーション問題点課題点の項を参照を回避できるソフトウェアとドングルの納品後はライセンス管理をユーザー会社内のみで行えるなどのメリットがあるためである。他方でドングルの故障、 破損、紛失などの場合にはソフトが使用不能になり代替品を入手するまでは作業ができなくなる場合もある。さらには固有のシリアルナンバーでデータを管理してい、場合にはソフトメーカーにドングルを再登録、再発行する手続きが必要となるため作業停滞が長期間に及ぶなどというデメリットが発生する場合もある。類似のものとして無線 LAN や VPN を利用する際に 正当な利用者であることを証明するセキュリティトークンとして認証情報の入ったドングルを PC に装着することが求められる場合がある。紛失の予防などハンドリング上の理由からかある程度の大きさのものが多い。由来は不明であるジャーゴンファイルのダングルの行によれば1992年の早期に レインボーテクノロジーズというドングルの製造者が発明者のダンガルーに由来すると宣伝のコピーにしていたことがあったが、これは宣伝用の作り話であることが確認されている。世界的に下記4社がシェアを4分している模様であり、日本国内もそれに準じる。センチネルシリーズは米国レインボーテクノロジーズ社のプロダクトであったが、2004年に レインボーテクノロジーズ社とセイフネット社が合併し、セイフネット社のプロダクトに加えられた。メーカーはそれぞれ日本法人があり、ハスプシリーズは日本法人のアラジンジャパンが販売をしていた。センチネルシリーズは主に代理店の技研商事インターナショナルが販売。2010年3月末で技研商事インターナショナルでの販売が終了。セイフネット社より直販となる。 2010年4月1日、セーフネット社、アラジン社との統合を完了。ハスプシリーズもセーフネット社が販売。現在はセンチネル LDK と名称を変更して販売している。ニッキーシリーズは中国のセキュアテック社により開発された製品である。最先端のクラッキング防止技術を利用し、優れている、コストパフォーマンスを備えている。セキュアテック社より直販となる。 ロッキーシリーズは中国の大手セキュリティメーカーフェイシャンテクナラジス社のプロダクトである IC カード技術を活用した最先端的なドングル製品ラインもある。ヒテンジャパン株式会社が販売。その他メーカーは以下。インターフェース変換を行う小型の装置のこともドングルと呼ぶ。以下のように多種多様なドングルがある。その他。 PC カードのイーサネットアダプタやモデムに付属しているカードとケーブルを結ぶ短い中継ケーブルであるメディアカプラ、俗に言う、尻尾のこともドングルと呼ぶことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。